はい、やっとかもしております。本日は令和6年3月16日、ここは福井県の武生という駅でございます。いよいよ本日、北陸新幹線金沢敦賀間が延伸開業したということになっています。で、この武生にはですね、今まで在来線特急の白鷺号やサンダーバードが停車をしていたんですけども、この武生の周り、見渡してみてもですね、新幹線の駅はできていません。そう、この武生にはですね、新幹線の駅がないんですね。代わりにですね、ちょっと外れたところに全く新しい新幹線専用の駅、越前武生という駅がね、誕生しているんですね。今回の動画ではその新幹線開業に伴って誕生した越前武生駅、どんな感じになっているのか見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで武生駅外に出てきたんですけども、新しくできる新幹線の越前武生駅どこら辺なのかなということを Google マップで調べるとですね、なんとですね、距離は 4.2 キロありまして、歩いていくと58分かかるという案内が出てくるんですね。結構ね、この武生駅と新幹線越前武生駅、歩いていくと離れているということになっているんです。駅前にはタクシーも止まっていまして、タクシーに乗っていけばすぐに楽に到着することができるわけですが、ここで本質情報なんですけども、歩いていけば実はタダで行けるんですよね。じゃあ歩いていきますよねということで、これから58分歩いて新幹線の越前武生向かっていきます。ちなみに今回の新幹線の新しい駅名は、もともとですね、4年ぐらい前は南越駅かっこ仮称みたいな、そんな感じで表記されていたんですけども、駅名を公募しまして、最終的に越前武生に決まったんですよね。この越前武生という新しい新幹線の駅、この武生はひらがなになっていまして、これは北陸新幹線および JR 西日本の新幹線の中で初めて駅名にひらがなが採用された駅名になっています。ちなみにですね、越前武生という駅名に関しては実は初めてではなくてですね、先ほど言いました JR ハピライン福井の武生駅から少し離れたところにですね、福井鉄道という私鉄の、駅がありまして、ここがですね、もともと越前武生、全部漢字で越前武生と書く、そういう駅名を名乗っていたんですね。ただ同じ駅名だとやはりちょっとややこしくなるということで、この福井鉄道さんの方はですね、新幹線の駅名に、越前武生とつけるんだったら、その、福井鉄道の方の越前武生駅、駅名の変更費用、市が負担するんだったら、全然賛成ですよということで決着がつきまして、結果ですね、もともと越前武生駅を名乗っていました、福井鉄道の越前武生駅はですね、武生新駅ということで、新しい名前が決まりました。個人的にはちょっと投げやりな駅名選定だなというふうに思うんですけども、ともかくですね、そんな感じで平和的に、そして分かりやすく駅名が決まったということになっています。航空自衛隊のブルーインパルスですね、北陸新幹線敦賀延伸開業を祝って、ちょうどこのタイミングで、越前武生のあたり飛んでいたようです。いや、偶然にもすごくいいものを見ることができました。これ多分タクシー乗ってたら気づかなかったと思うので、本当に歩くという選択をしてよかったと思います。この武生という町は比較的大きな町なんですけども、すぐ隣にですね、鯖江という駅もありまして、特に特急白鷺号なんかは武生に停車をして、すぐまた鯖江にも停車するっていうダイヤが組まれていたんですよね。たださすがに新幹線でそんなこまめに停車しすぎるということもできないということで、この武生とそれから鯖江とセットにしまして、越前武生一つの駅にまとめたというわけです。この越前武生駅は武生市にありまして、鯖江市からすると今まで市内に優等列車が止まっていたのが新幹線開業によってなくなってしまうということになりますので、ちょっと泣きを見るということになるんじゃないかなとも思うんですけども、ただ一方でこういった地方においては公共交通機関だけではなくて車があってなんぼな世界でもありますので、市内に優等列車は止まらなくても隣の市まで車で運転していけば新幹線に乗れるという状況ならむしろ歓迎なのかな、そういう考えもできると思いまして、実際のところ越前市民としてはどうなんだろうな、ちょっとね気になるところです。さあ、残り30分半分ぐらいまで来ましたね。さあ、比較的大きい道路にぶち当たりまして、前方を目をよく凝らすとですね、前方にはすでに北陸新幹線の高架が見えてきました。で、左の方目線を向けていくとですね、こんな感じ、まさに今回紹介したかった越前武生駅、新幹線開業によって設置された新しい駅見えてまいりました。もう残り 1.4 キロということで、四捨五入したらもう到着しているようなものですね。
さあだいぶ近づいてきまして、くっきり見えるようになってきました。今日は開業を記念してお祭りみたいなことを駅前でやっている雰囲気ですが、これすごいですよね。目の前田んぼだらけ、田んぼだらけの中にポツンと新幹線の駅があるというような感じになっていまして、まるで東海道新幹線の岐阜羽島駅の北陸新幹線バージョンみたいな、そんな感じの駅に見えてまいります。まあ、とはいえこの新幹線駅周り何もないというわけではなくてですね、ここからだとちょっとあまりよく見えないんですけども、Google マップを確認するとですね、これですね、武生インターチェンジということで、北陸自動車道の武生インターチェンジが実は近くにあるんですね。まあ、実はその高速道路の駅とも言えるようなインターチェンジが近くにあるということで、結構実はここ何もないように見えて交通の要衝的な感じになっているんです。そんな意外にも交通の要衝にこの新しい新幹線駅は設置されていまして、過去にはですね IR とは言っても IR 石川鉄道の方ではなくて統合型リゾート施設ですね、それを設置するという計画や、福井大学の新しいキャンパスをこの辺に設置する、そういう計画もあるんですね。またそれからですね、今決まっていることは、村田製作所の新しい施設がですねこの辺りにできる、そういうことが決まっています。今はこんな感じで周り田んぼだらけで、まるでなんか岐阜羽島駅みたいな、そんな雰囲気もちょっと漂うところですけども、将来ですね5年10年経ったらもしかしたらこの辺り化けてるんじゃないかな、そんな風にも思うところがあります。さあというわけで今時間は13時30分、ハピライン福井の武生駅から歩いて1時間ぐらいですね、新幹線の越前武生到着しました。やはり新幹線の駅ということで間近に来てみると結構大きいですね。地上 2,3 階くらいの構造物が立っています。こちらはこんな感じでお祭り騒ぎになっています。自衛隊の展示の車両も来てますね、かっこいい。さてそんな越前武生駅、新幹線の駅から一つ右に目線を向けるとこちらにもう一つ建物がありまして、越前武生と書いてあるのですが、こちら道の駅になっています。こちらに目線を向けるとバスやタクシーのロータリーが広がっているんですけども、さらに向こうの方にですね駐車場がたくさん広がっていまして、おそらくここでパーク&ライド、ここまで車でやってきて車を停車駐車させまして、ここから新幹線に乗っていく、そういうことができるようになっているんじゃないかなと思います。駐車場の利用料金は最初の60分無料で、以降60分ごとに100円、そういう料金設定になっているみたいですね。ちょっと1時間ぐらい停車をさせて道の駅で観光するぐらいならいいけれど、ちょっと新幹線に乗って2、3日旅をするとか、そういう感じだとちょっと割高になりそうな料金設定ですね。さあというわけでこれが新しく本日開業しました新幹線の越前武生駅でございます。さあ電光掲示板を見ると敦賀方面、敦賀行きの新幹線のほか、金沢方面ということで富山、そして東京行きの新幹線もこの駅一部停車するということになっているんですね。駅前は田んぼだらけなんですけども、東京に直通の列車が走る、大出世、そんな感じですよね。さあ駅の東側にやってきました。こちらにもこんな感じで駐車場が広がっております。そんな越前武生駅、駅前一等地にあるこの東側の駐車場なんですけども、駐車料金はいくらかなというふうにこの入り口のところやってきたんですけども、いくらというような表記が見当たらないんですよね。そして生産の機械のようなものも見当たりません。そう、なんとこの越前武生駅の駅前の駐車場、駐車料金無料ということになっているんです。駅前一等地の駐車場が駐車料金無料ということで、これもう東京とか大都会だったら絶対にありえないような世界線ですよね。皆さん車でこの越前武生までやってきまして、ここでパーク&ライドをして新幹線東京や、大阪方面に乗っていく、そういうことになるわけなんです。さあ JR の緑の窓口とそれから自動切符売り場がこんな感じで並んでますね。というわけでそんな感じで駅舎を紹介していたんですけども、今回ですね13時50分出発の新幹線の切符をあらかじめ予約してたんですけども、もう出発まであと6分になっちゃったので、そろそろですね改札の方入っていきたいと思います。自動改札の赤い入橋の印はですね、駅名が5文字ということで結構長めということで、越前武というふうに省略されて表示されるようです。
さあこの越前武生駅、新幹線の駅の構造としてはこんな感じですね。両側にプラットフォームがありまして、真ん中に通過線があるというような感じで、列車の追い抜きができるような構造になっています。北陸新幹線の今回の、新たに開業した区間では結構ですね、もう線路が2本だけという駅も結構多かったので、こういうふうに線路が4本あるっていうのは北陸新幹線の中では大きめな駅ということになると思います。さあというわけで、今回は新幹線開業に伴って新たに誕生した越前武生駅を紹介してまいりました。まあ、駅前は田んぼだらけなんですけども、意外とですねポテンシャルがありそうな駅、それが越前武生駅ということになると思います。今後越前武生駅がどのように進化していくのか楽しみにしながら今回の動画終わりにしようと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。